し、というわけでね、ウォーミングアップをしてきました。じゃあ、あれかな、最初にスプリント系のトレーニングからやってきます。瞬発力つけるようなトレーニングで。いきますよ、よーい、ドン。おい、やったジュンさんが早かったですね。俺の方が早い、俺は強いぞ。やりました。距離は無理。よーい、ドン。よし。おお。これ2本。これにあと2本ですか。あと2本やろう。これも今日やんないけど。あともきさんだけ。はい、行きます。はい、よーい、スタート。これですぐ下に行くんですね。まあすぐ下降りて、まあゆっくりでいいんだけどね、本当は。逆にスタミナを回復してほしいの。ここで。まだまだまだ。あと15秒休憩。レストしっかり挟んで、そうそう、レストしっかり、本当はもっとゆっくり降りてレストの時間をしっかり作って、はい、で体力を全開まで貯めて、うん、爆発させたい、うんうんうん、今ちょっと勝手に早く降りちゃったから行きますけど、スタジオ行きます。はい、よーい、スタート。爆発させて、爆発爆発もっともっと、おい、もう全部落ちてるじゃん、もうここでいう感じです、はい、これがちょっとね、瞬発系で、でもせっかくなんで、もまたもう一本行ってこう。はい、はい、行きます。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、はい、はい、行きます。はい、階段ダッシュもいろんなパターンでダッシュする、これが大事かな。こっち側で、こっち側、はい、行きます、スタート。がもう落ちない、落ちない、落ちない、落ちない。オッケー。オッケー。じゃあ次の、階段の動きやってきまーす。よーい、スタート。あ、間違えちゃった。あ、間違えた。あ、間違えた。あ、間違えた。はい、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 前に行くだけできるだけじゃなくて、行った後にすぐこうやって切り返していくフットワークを切り返したり、ドーンとすぐ入れ替わる、パッパッパッってこうやって入れ替えるためのトレーニングにつながるようにやってます。はい、ゴー。前に行く出力をピタッと止めて後ろに止める、ステップインとステップのフェイントの練習。はい、ちょっとそのダンスみたいなリズムでいかない、タンタンタン、そう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 、そのリズム、そう、それが練習。うわっ、よーい、スタート。
よかった。ラスト1本。はい。疲れんな。でも現役離れてもやっぱりね、ちゃんとトレーニングしてますし、うん、あとやっぱ現役当時まだまだ彼は6000ぐらいかな、僕38戦やってるんで、やってきた量は違うから、はい、行きます、スタート。頑張ろう。タンタンタン、タッタン、タッタッタン。いいね。はい。OK。じゃあ次、種目変えます。はい。ジュンさんが悲鳴を上げてる。あ、来た来た来た。来た。右足もう一回。あ、右同じ足でもいい。同じ足。足引きずって。それはきつい。それは中量級無理だな。きついね。入るわ。マジで。はい、行くよ。はい、スタート。はい。お、すごいすごい。大したもんだ。うわ、ね。危ない危ない。倒れないで。はい。ね、あとちょっと。いやナイス。このトレーニングはもうシンプルに試合中のやっぱ一番蹴り合いだったりとか疲れた時って結構ね、このふくらはぎの先端の方からね、あの末端の方から結構疲労感がたまるんで、こういうトレーニングして乳酸になれるってやります。よし、はい、おいてもっと行くよ。はい、次は左。はい、OK。 よし、次、もう一回違うのいきます。現在、エイムハイ吉岡店では協賛企業を募集しております。キックボクシングジムに協賛すると、この身近な人たちが間違いなくリーチをしてくれるので、非常に協賛として効果が高いと思っております。現在、農業フランチャイズクールコネクトさんも協賛をしていただいております。そして、今このコーナーポストにですね、新しい協賛企業を募集しているので、ここは一枠になるので、お早めに概要欄のメールアドレスよりお問い合わせください。よーい、スタート。うわ、痛い痛い。これは、例えば
パンチの連打の速さとかね、一段抜かすの速くは爆発力でもう強くパンパンとこの打ち方で、このタタタタタっていうのはここからこうパン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 みたいな、こういう練習のリズムを覚える練習だと思ってやってます。はい、やっぱ軽量級早いな、これの。ナイス。次ラスト1本、はい、そしたら今度はロングランで、はい、スポーク行きます。はい、行くよ。はい、スタート。はい、頑張る。スピード、スピード、回転上げて、回転、回転、ダダ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 ダ、頑張れ。ナイス。はい、OK。 ナイス。そしたらここからまた上まで上がってきます。これ何段あるんですかね。とんでもなく長いですね。脂肪、脂肪します。これを何セットですか。これあともう1セットやったらちょっと上で、テクニックの練習やっとおしまい。お疲れ様です。ありがとうございました。やばすぎます。もう15回です。マジで。いや、階段トレーニング終わりましたね。お疲れ様でした。まあ、2、30分ぐらいのトレーニングなんだけど、まあトレーニングは長くやるのも大事だけど、まあ質よくね、しっかり追い込めば、まあ、それもそれでありかなっていうところで、走り込みしました。階段ダッシュのやっぱトレーニングは、トレーニング中も説明したんですけど、瞬発力上げるトレーニングだったり、筋熟力上げるトレーニングだったり、心拍数上げるトレーニングだったりとか、出入りとかね、いろいろあるんだけど、やっぱ一番はこのメンタルを鍛えるっていう意味ではね、やっぱね、普通のウェイトトレーニングよりきついんですよ。なぜかって言ったら、やっぱ心拍数が上がるんで、上がった時間からまた動き出すっていうところがあるので、こうなんだろうな、走るってすごいきついのかなって思うわけですよ。格闘家にとってね、こういうトレーニングをすることで、最終ラウンドの最後の最後本気で打っちゃうことができると思ってるので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。